はい、今回は NHK 受信料の闇、スマホ所持者から徴収するという噂、こちらがですね最近話題になっております。ネットでも、よくこの話が出てくるので、こちらについてですね、僕の考えということで、お伝えさせていただこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。皆さんも思ってらっしゃると思いますが、もうどうにかこうにかしてですね、日本国民から、増税っていうのもそうですが、国民からどうにかしてこうお金をこう取りたいっていう、そういった意図が、政府あるいはですね日本の宗主国の、動きとして見え隠れすると、その一つなのかと思うと、この話も納得っていうのも嫌な話ですが、そうなのかなと思うっていうね、悲しい、嫌な現実を感じるっていうことを今回お伝えしていきます。まず少し前にもこの話、触れたんですが、どういった状況になっているのかっていう確認をしてですね、そこから考えられる、あくまでも憶測なんでね、ただそうなってしまうだろうなっていう、そういう嫌な厳しい未来、それをちょっと考えていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。まずですね、ここ最近この NHK 受信料の話っていうのが話題に上がってるんですが、2023年の4月から割増金ということで、実際は払わないと罰金のような形でお金を取られるわけですよ。でこの今までね、受信料を払っていない人がこの未払いであるっていうことになると、その2倍払う、あるいはですねその月の分も含めてっていうことなんで、実質3倍っていうことなんですよ。例えば今月もし払っていなかったら、その今まで払わなかった分のものを2倍とその月っていうことで3倍払うっていうことなわけですよ。今っていうのは国民生活が非常に厳しい中ですね、正直見てもいないこのものに金を払うっていうことに国民のフラストレーションが溜まっていると思います。でこの4月にですね NHK のこの割増金というのが取り入れられるということで、その前にそれを懸念してお金を払った人もいるということで、嫌なわけじゃないですか。そんな例えば数倍も払うとかね、見てもいないのに。でこの NHK の受信料の問題っていうのは様々な、ことがあるわけですよ。いろいろありますけど、おかしいことっていうのはね、まずそもそも見てもいない人から受信料を取るってことです。仮にテレビを持っていたりしてもね、でそれがわからないじゃないかっていうことになるんですよ。だからそのスクランブル化しろっていうことになるんですよ。例えばテレビを持っています。で例えばね、テレビを持ってる人が2人いて、1人は NHK を見ている。で、もう1人は、全く NHK を見ていない。で、例えばその2人とも払わないっていうことになったら、見てる人は払いなさいって話になるんですが、問題ですよね。見てない人。そちらの人はなんで払うんですかっていう話なわけじゃないですか。で、例えばそういったことが嫌で、テレビそのものを処分してたり、テレビそのものを捨てる人もいるわけですよ。テレビをね、捨てたら、それで問題が解決すると思うじゃないですか。テレビがもうなくなるわけだからね。だから今度はそれに関して、この例えばね、スマホであるとかカーナビであるとか、そういったものから、そういったもので NHK を見てるんじゃないかっていうね、そういったところで受信料払えみたいな、そういった動きになるわけですよ。いやいや別にもう見てもいないし、で確かね、日本国民のほとんどがですね1週間にNHK を見る時間がすごく短いっていう、そのデータも分かってるわけですよ。だから別にその国民とか多くの人が関心を持っていないっていうことなんで、それで終わりなんですよ。別にそれだけじゃないですか。ただ NHK のサイドとしては受信料がなかなか取れないっていうことでね、どうにかして受信料を国民から取れないかっていう、そういったことを考えていると。だからこのNHK を見ない人が増えたっていうのもあるし、テレビ離れっていうのもあるじゃないですか。最近っていうのは別に他のものもあるんでね、サブスク型のものであったり、その例えば YouTube だったり、その例えばニュースを知るんであれば SNS で知ることもできるんで、だからNHK 離れ、テレビ離れしてるわけですよ。だから別に国民からしてみれば関係ない話なんですが、 NHK からしたら受信料が取れない、そういったようなこと、
で、国民とかの言い分としては、家にテレビがありませんとかね、例えば家にテレビがあっても NHK を全く見ませんっていう人に対しても受信料を迫るっていうね、でこの時点でもう謎でしかないわけですよ。で、この NHK 受信料っていうのは国民の間でですね、まあ、皆さんも僕もそうですが、大きな、こうなんていうのかな、懸念材料となってるんで、何かの調査の時にあったんですが、NHK の受信料に関して国民の9割近くがスクランブル化にしろっていうことを言ってるんですよ。スクランブル化っていうのは簡単に言うと、見る人からだけお金を取ってくれってことで、見る人にだけ電波を流してくれっていうことなんですよ。だからさっき言ったように、人が2人いたとして、ね、その2人がテレビを持っている、でも1人は NHK を見る、もう1人は全く見ないっていうことであれば、この全く見ない人からなんでお金取んのって話なわけですよ。だって見てないんだから。だけどこのスクランブル化っていうのは何かで調べたんですが、国民の9割がスクランブル化、した方がいいって僕もそう思うんですが、なんかこの電波の関係かなんかでできないとか、なんかそんなようなことでとにかくまあしないわけですよ。だとにかく国民の意思を尊重しないわけですよ。で、今回のこのね、スマホを持ってる人から NHK の受信料を徴収するんじゃないかっていう話は、なんでそれがそういった、まあ、懸念が なるのかっていうと、NHK と総務省の有識者会議とかっていう話し合いをして、そこで出たんですよ、話がね。スマホを持ってる人から NHK の受信料を取れないかっていうことでね。で、まあ、有識者という、まあ、有識者って言ってのも、もう、あらかじめこういった方向に、もう、舵を切ろうっていうのは決まってると思うんですが、そういう、決まっていて、どうのこうの、まあ、話し合ってる、まあ、ポーズを取ってると思うんですが、まあ、そういうことをしたんで、例えば国民が思うわけですよ。テレビを持っていなくても、スマホを持ってるだけでね、NHK の受信料を取られるのかって嫌じゃないですか、見てないんだから。国民生活は厳しいし、見てないものをね。で、どういうふうにして取ってるか、どういうふうにして、NHK が受信料を取りに来るかっていうのは分からないんですよ。実際そういう未来が考えられるってことですね。で、その、NHK と総務省の、話し合いなのかな、その有識者会議とかって話し合いで、こういったことが話に出たらしいんですけど、スマホを持ってる人って言ってもいろいろいるじゃないですか。で、そのスマホを持ってる人の中に、例えばその何かしら NHK のアプリを入れた人、そういった人からね、受信料をもらえばいいんじゃないかっていう話になって、まあそれはいいじゃないかって話です。だって NHK のね、アプリをスマホに入れる人っていうのは見たい人なんで、それは見たい人はね、お金を払えばまあいいっていうことだと思うんですが、そのことに関してまた話し合いが進んでですね、そういったものっていうのは公共性に反するって、いやいや別に公共性に反してないから、だって見たい人が見るじゃないですか。見たくない人は見ないで、アプリなんてね、インストールするしないってこと、インストールしないってことは見たくないわけじゃないですか。ただその公共性の立場からどうのこうのとかっていうことなんで、だからこれっていうのは何かっていうと、アプリを入れたとか入れないとかって、そういったことが基準になると、より多くの国民から受信料が取れないんですよ。だから NHK っていうのは、今回は NHK と総務省も、一緒になってやってるんでしょうけど、一人でも多くの国民から受信料を取りたいっていう、それだけだと思うんですよね。別に国民がね、NHK の番組を見てるか見てないか、どうでもいいんですよ。この NHK と総務省からしたら。そんなことはいいから、受信料を払ってくれってこと、わけわかんないじゃないですか。で、この話っていうのはよく、話題に今なっているんですよ。ちょっと注目の話題っていうことで。で、もしもスマートフォンに NHK のアプリを、入れたとします。それってどうやって NHK 側が把握するのかっていう、そういったことがまあ難しいなっていうことも言われてるんですよ。もちろん別に僕はアプリに詳しいわけじゃないから全くわかんないんですが、誰が入れたのか入れてないのかっていうのが把握できない。そこで考えられることっていうのがあるんですよ。そういうことっていうのが、やり方がわからないんで、もういっそのこと、スマートフォンを持ってる人、スマホ所持者全員から NHK 受信料を貸す、そういったことはできないか、そういったことをする、そういった作戦に出ると考えられるんですよ。で、さっき言いましたけど、NHK と総務省っていうのは、国民が NHK を見てるかどうかっていうのは、そんなことはどうでもいいんですよ。受信料を払えっていう、そういったスタンスで来てるんでね。で、スマホにアプリをインストールしたかしてないかと確認ができないということで、これそういったことがネットで話題になって、そういうふうになるかなと思ったんですが、そういうことを防ぐために NHK のする作戦としては、
スマホを購入したとき、初期段階からいろいろあるじゃないですか。例えばスマホっていうのは電話なんでね、通話機能っていうのがあるじゃないですか。あとメール機能っていうのもあるじゃないですか。そういうスマホを買った時点で、スマホ購入時から、そういった通話機能、メール機能と同様に NHK の、アプリがインストール済みになってしまってるっていう、そういった可能性があるんじゃないかと。そうなったら避けられないわけですよ。うん。まあね、アプリを消してしまえばいいっていうことかもしれないんですが、まあ、でもそれでもやっぱり、どうにかこうにかして、まあ、一人でも多くの国民から、そういったことを取ろうとしてる、受信料を取ろうとしてるっていうその可能性が考えられるんですね。だから、僕はこうかなと思うんですが、NHK と、その総務省の背後には、日本の宗主国ですね、アメリカの存在があって、アメリカの意向で、国民からもうちょっとお金を取れないかと、だからそういったような作戦というか、そういった考えのもと、これが進んでるんじゃないかと思います。だから、僕たちからしたらこう思うんですよ。見てるんだったらお金を払えばいいし、見なければお金を払わなければいい。それだけだと思うんですよ。NHK の受信料ってね。そのために、それを把握するんだったら、そのスクランブル化って言って、見る人にだけ電波を流して、見た人にお金をもらえばいいということなんですが、逆に NHK っていうのは別に見てるか見てないかではなくね、その総務省も、宗主国も、国民全員から、より多くの国民から、できることであれば国民全員から受信料を取りたい、そう願っていると取れるんですよ。だからはっきりとってのは分かりませんが、今現在2023年ですが、今から数年後に、日本国民全員がですね、NHK の受信料を徴収されるっていう、そういった嫌な未来っていうのも十分考えられるんですよ。例えばスマートフォンを持ってる人ね、スマートフォン持ってない人っていうのも、いらっしゃるんで、それであればちょっと分かりませんが、スマートフォンを持ってる人って言ったらね、それも日本国民の9割、近くになれば、日本国民の9割から NHK は受信料を取れる形じゃないですか。だから全く国民の考えなど反映していないわけですよ。で、本当に皆さんも僕も思うと思うんですが、今っていうのは国民生活が厳しいわけじゃないですか。で、NHK の確か受信料って月1000円ちょっとぐらいなんですけど、全く見てもいないものにね、月1000円払うっていうのがいかに、おかしいか、いかに無駄だっていうことだと思うんですよ。ただ、そういった方向に今なりそうなんじゃないかと思います。どうにかする方法はないかと思うんですけど、僕にはちょっとわからないし、このね、スマホ所持者から NHK の受信料が徴収されるんじゃないかっていうね、そういったことがよく話題になってるんで、本当に僕たちからしたら嫌な限りですよね。日本国民が生活に困ってるのに、さらにそこに追い打ちをかける、そういったことをしようとしてるんじゃないかと考えられるっていうことで、なんとかならないものかなと思うんですけど、ちょっとまた考えて、何か分かったらお伝えさせていただこうと思うんですが、今回はこのね、NHK 受信料をスマホ所持者から徴収するっていう、噂、話題がよく出てるんで、こちらの件について思うところをお話してみました。リスナーさんもこちらの内容関心持たれる方いらっしゃると思うんで、何かご参考になっていただけることがあればと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。